日本有数の米どころ庄内平野では稲刈りが始まっています。概算金の大幅な引き上げが発表された中ですが、農家からはさらなる支援を求める声が聞かれます。鶴岡市上山沿いにある菅原和幸さんの田んぼでは、先月30日から一目惚れの稲刈りが始まり、今日は30アールで生え抜きを収穫しました。今年も猛暑の影響が心配されましたが、先月収穫した一目惚れは去年に続き一等米の評価を得ており、おいしい米ができたということです。米農家に JA が前払いする概算金の大幅な引き上げが発表され、期待が膨らみますが、肥料や資材などの値上がりで生産コストは上がっていて、菅原さんは先行きに不安を抱いています。毎年物価スライドで、日銀が 2% ずつ上げるというなら、米もやっぱりスライドで 2% ずつ価格転嫁ができればいいなと。農家だけは所在料費がすべて上がっても価格転嫁ができないビジネスみたいですので、それはちょっと先が暗いのかなと。菅原さんの田んぼではこの後コシヒカリやツヤ姫などの刈り取りも行われるということです。庄内の安心安全おいしいお米を十分楽しんでいただければありがたい。